硫黄細菌とは、硫黄及び、無機硫化合物を参加、または還元して得られたエネルギーで生活する、細菌類の総称。細菌類のチオバクテリウム化に属するもので、チオバクテリアとも称する、チオバクテリウム、チオバチルス、チオスピラなどが、主な属である。チオバクテリウムは海水にいるもの、一般の土壌にいるものなどがあり、肝菌で非運動性である。チオバチルスは水中。 または土中により、小さな肝菌で非運動性、または一旦に弁毛を有して泳ぐ。チオスピラは、やや曲がった肝菌で、両端がやや尖り、弁毛を持って泳ぐ。ベッキアトアは大きく、下水口などに、肉眼でも認められるような糸状態を作る。チオスリックスもまた糸状で、硫化水素の存在する水中に住み、細菌内に、溶粒を形成する。 硫化水素を酸化する反応式は HS プラス1、2O、イコール HOS プラス176キロジュール。ベギアとアなど、無色の硫黄細菌はこの時発生するエネルギーで、炭酸同化すなわち化学合成を行う。蒸気のような化学合成生物である、硫黄細菌の他に、光合成細菌である緑色硫黄細菌、酵色硫黄細菌などを含めて、 硫療細菌と呼ぶ場合もある。有色バクテリア中のクロロビウムは沼水に生育し、嫌気的に、硫黄化合物を水素受容体として光合成する。公職用細菌はバクテリオクロロフィルを持ち、光合成を行う。ありがとうございます。